日本人と日本人は、すみません、どうも大事ないです。今回はですね、M4 と95式、どっちのが強いのかね、検証していきたいなと思います。ぜひね、参考になったら、いいねとチャンネル登録、よろしくお願いします。アタッチメントはね、このような感じですね。同じです。じゃあまずは M4 から。First Blood。ということで、検証が終わりましたので、これをね、プレミアプロというね、1フレームずつ解析できる編集ソフトで解析していきたいと思います。それやっていこう。はい、それじゃあね、解析していくんですけども、まずね、打つ直前を切ってあげて、そして、キルが確定するね、このドクロが表示されて1フレームで切ってあげます。はい、これをね、どんどん繰り返していきます。はい、それじゃあね、解析終わりましたので、紹介していきたいなと思います。まずね、M4 からなんですけども、ここ見てもらうとわかるんですけども、デュレーションがね、1秒42フレームなので、これをね、フレーム換算すると、102フレームという結果になります。そして95式の方なんですけども、こちらがですね、101フレームということで、まあ、今回ね、近距離のフルオートを検証してみたわけなんですけども、近距離のフルオートではわずか1フレーム差ではありますけども、95式の方が球速が速いということがわかりました。まあ、先ほども言ったんですけども、まあ、今回フルオートでやったので、またね、指切りだったら多分また違う結果になるとは思います。のでね、また今度時間ある時に指切りしたバージョンでもね、この球速検証してみたいなと思いますので、ぜひね、気になる方はチャンネル登録と通知音よろしくお願いします。はい、ということで今回の動画は以上になります。ぜひ参考になったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。